劉備ら義兄弟の活躍により張角は倒れ、黄巾の乱は収束を見た。しかし世の乱れは収まらず、時代はさらなる混迷へと突き進む。黄巾の乱から5年、都洛陽では宦官と帝の外戚一派が対立。その騒乱に乗じ、清涼の豪族董卓が上洛する。董卓は帝の身柄を奪うと、自らは大尉の座につき専横を極めた。その無法を断罪すべく、華北の名族袁紹らが決起。各地に檄を飛ばすと、打倒董卓の連合軍結成を呼びかけた。劉備は官室の危機に義憤を覚え、義兄弟と共に連合軍に加わる。そして劉備はそこで張允と名乗る若き勇士と出会う。関羽と張飛、そして張允、劉備に惹かれ男たちが集ってくる。打つべきは董卓、義憤と闘志が寒風すさぶ古老館に逆まく。関雲長、義の刃もて乱世を打ち払わん。お前たちが劉備の義兄弟か。我が弟弟子はいささか頼りなかろう。お前たちで守ってやってくれ。私は張子龍、公孫さん殿のもとこの戦に参じました。丁寧な挨拶痛み入る。拙者は関雲長、兄劉玄徳に従い参った。劉玄徳殿、大徳の御陣と伺っております。共に戦えること嬉しく思います。うん、共に非道なる董卓を討とうぞ。私がこの連合軍の名手袁本所である。我が友軍として戦うこと光栄に思うがいい。我々の目的は逆進董卓の打倒、そして洛陽に追わす帝の救出である。そのためまずは要衝古老館を突破する。抵抗する賊軍は残らず蹴散らすのだ。あの劉備なる男は好天をも超えゆくもの、迷える民を導きうる存在よ。我はあの男に力を貸すべく参った。本陣の守備は我に任せておくがよい。兄者、すげえな。こいつらみんな袁紹の檄文で集まったのか。うん、正確にはあそこにいる曹操殿の計らいらしい。だがどれだけの者がいようと関係はない。我らはただ兄者の大使を支えるのみ。ああだな。俺たち兄弟の力、天下に示してやろうぜ。俺たち兄弟の力、天下に示してやろうぜ。おお、民を救いたいがためにあの檄文に応じたと。はい、そして私は中山聖王に連なるに、この官室の危機に黙ってはおれませぬ。ふん、官室か。劉備よ、お主は官室の行く末に何を見る。何をとおっしゃいますと。兄者、出陣の用意整い申した。ほう、
並々ならぬ武勇を感じさせる男よ。どうだ、出陣の前に一献。お言葉だけありがたく、今は目の前の防衛を打つが先決。うん、さあ行こう。逆進董卓を打ち、民に笑顔を取り戻すのだ。逆進董卓を打ち、官室の意向を取り戻す。全軍進め。まずは止水艦を突破せねば。我々は西側から進軍するぞ。天守の守りは我に任せるが、我が天の兵士殿よ、悪の塔を撃つのだ。我々が一番の長く出動できる。進む敵が邪魔よ。兵団は滞るのは本にもならんな。Thank you.
ほう、あの海運を撃つとはな。カン韓運行の言ったか。なんと見事な武勇。
何をグズグズしておる。さっさと出陣せんか。くだらん。なぜ俺が雑魚。なりません。さよう。我ら全ての力を合わせ暴虐の輩を打ち砕かん。少しは楽しませてみろ。せいっ、なんという勢いだ。強いがかりで抑えきれぬとは。我らの目的は董卓の中罰である。無用な戦いは避け、洛陽へ向かえ。群れるだけの雑魚。この俺がひねり潰した。戦の対局のため、今は引かせていただく。いずれまた心ゆくまで無を競うのぞ。やいやい、お茶せ、ありがとうございます。私たちを一掃しましょう。劉備、お主はこの戦の先に何を言う。もはや董卓を切ったところで世は収まるまい。私が願う民の平穏。戦の道をも辞しません。私は非力被災なれば兄弟に恵まれた彼らと、この志を遂げるつもりです。他者との絆をおのがきからと頼む。だがおのもとは思えない不思議な男よ。お一人でこの人かわいそうな方ですね。会には我らに共に堂々と奮戦し頬を競い合おう。よくやってくれた院長だ。敵将、討ち取ったり。
つ逆進到達よ。これ以上の暴虐は許さぬぞ。誰じゃ貴様は。わしに盾つくやつは皆死刑じゃ。